h e やロケットは宇宙開発事業団と後継法人の宇宙航空研究開発機構と三菱重工が開発し三菱重工が製造及び打ち上げを行う人工衛星打ち上げ用液体燃料ロケットで使い捨て型のローンチビークル。日本の衛星打ち上げの自立性を担うロケットとして機関ロケットに位置付けられる。弱さ内での表記は H。 E やロケットで発音は H2A ロケットであるが新聞やテレビなどの報道では H2A ロケットまたは H-2A ロケットと表記され H2A ロケットと発音をされる場合が多い。HE やロケットは先代の H2 ロケットを全体にわたって再設計して構造を大幅に簡素化し一部に海外の安価な製品を利用をすることで 信頼性を高めながら急激な円高により失われたコスト競争力を回復させることを目的に開発された。また開発中に起きた H2 ロケット5号機と8号機の相次ぐ失敗や HE やロケット6号機の失敗による信頼性の低下を回復するため運用開始後にも改良が行われた。百九十六年に開発が開始され開発費は 約1532億円であった。HEA と同じく H2 を技術基盤とする HIIB の開発費、約270億円との合計は1802億円であり、同じく全機種から改良開発されたデルタ4の開発費2750億円、アトラス V の開発費2420億円との比較でも安価に開発されていると言える。打ち上げ費用は、 構成によって異なるが、約85億円から120億円であり、H2 ロケットの140億円から190億円に比べると大幅に低減されている。静止トランスファ起動への打ち上げ能力は4.0から6.0トンであり、H2 ロケットと同等約1.5倍の能力である。2001年夏に試験機1号機が打ち上げられて、以来、 43回中42回の打ち上げに成功している。打ち上げ成功率は97.7%。HEA の強化型バリエーションである HIIB ロケットも含めると52回中51回の打ち上げに成功しており、打ち上げ成功率は98.1%。2021年度に後継機の H3 ロケットの運用が開始される予定だが、その後も H エイアロケットの運用は継続し、最終的に2023年度に退役する予定である。コア機体は液体水素と液体酸素を推進剤とする1段目、2段目を組み合わせた2段式ロケットとなっている。打ち上げ時に十分な水力を得るために左右2機の固体ロケットブースターを有し、搭載する衛星、探査機等の質量に応じてさらに SRBA や 固体補助ロケットを追加して、柔軟に対応することができる。複数の衛星を同時に打ち上げて、個別の軌道に投入することもできる。材質は、機体外壁と推進材タンクと、フェアリングが、アルミニウム合金、SRBA が c f r p であり、強度を確保したまま機体を軽量化するために、アルミ合金製の推進材タンクの内面を、 格子状に掘り込んだアイソグリッド構造をしている。基本的には H2 の設計コンセプトを踏襲するが、全体にわたり調達、組み立て、打ち上げ費用を下げるための見直しが行われている。また、部品技術の国産化にこだわらず、有利であれば輸入品も用いた。これは H2 で国産化にこだわったことから、後退しているように見えるが、技術を習得したからこそ、 有利に購入できるという面もあり、自主技術を持つことには一定の意義がある。また、部品点数、作業工程の低減は信頼性の向上にも貢献する。これらの費用改善を行った結果、H2 ロケットで最高約190億円であった打ち上げ費用を世界市場の相場である100億円未満まで下げることができた。H E やロケット202型の部品総点数は約100万点。H2 からの主な変更点を以下に記す。LE-7A 液体燃料、ロケットエンジン HE や LE-7A エンジンは、HE やロケットの第一弾エンジンで、推進薬に液体水素と液体酸素を用いた、国産の大型液体燃料エンジンである。 H2 ロケットの第1弾エンジンとして開発された LE-7 エンジンをもとに性能を維持しつつ、費用縮減が図られている。リフトオフの約5秒前に添加され、第2弾との切り離しまでの約390秒間燃焼する。開発当初、下部ノズルスカートを装着した超ノズル構成では、エンジン起動時に過大な横方向推力が発生する問題があり、 タンノズルのみを使用して回避していた。そのため、静止トランスファー起動投入能力に換算して、約4 0 0ラムの性能低下が起きていた。8号機、9号機及び11号機以降では、新たに開発された、完全再生冷却型の超ノズルが使用され、本来の性能が発揮できるようになっている。また、液体水素、ターボポンプ、液体酸素用、ターボポンプには、 使用開始後にも改良が加えられている。9号機以降では、SRBA を4機使用した、打ち上げ時の推力に耐えられるように、機体構造の強化が行われている。また、15号機にも使用した、SRBA4 本装着用の一段コア機体構造は、2本、装着専用に比べ質量が、約 600kg 大きくなっている。 23号機からはエンジン周りの SSB 取り付け部を省略して構造を簡素化したことによって 120kg の軽量化を果たしている。LE-5B エンジンは HE やロケットの第2弾エンジンで第1弾と同様に液体水素と液体酸素を推進薬とした国産の液体燃料エンジンである。H1 ロケットの第2弾エンジンとして開発された。 LE-5 エンジンをもとに、H2 ロケット第二弾用の LE-5A エンジン、そしてこの LE-5B エンジンと、徐々に、性能向上が図られてきている。先代の LE-5A エンジンと比べると、大幅な費用縮減も図られている。燃焼圧の変動を抑えた改良型 LE-5B エンジンである LE、LE-5B-2 の開発が進められ、14号機から、 使用されている。LE-5BLE-5B-2、エンジンは再再着火が可能である。衛星をより遠い軌道まで運搬する再再着火の実用化は、機関ロケット高度化の一要素である、静止衛星部打ち上げ対応能力の向上のための第二弾機体と、エンジンの改良開発が適用された29号機の打ち上げが初となった。 実用化のための先行的実験として、2号機打ち上げ1時間40分後の主衛星分離後に再々着火試験が行われたほか、21号機では燃料の蒸発を防ぐための第2弾、液体水素タンク表面の機体塗装の白色化のみが、24号機では第2弾エンジンの新開発予例のみが適用され、26号機で白色塗装と新開発予例が合わせて適用された。 第2弾エンジンの再々着火が実用化されたことにより、静止トランスファ軌道の遠地点近傍のロングコースト静止、トランファ軌道への静止衛星の投入が可能となり、衛星側の軌道変更用燃料の使用を少なくでき、従来より静止衛星を3年から5年延命させることができるようになった。これにより H、E やロケットの商業受注における競争力が向上している。 エイジ・ e、やロケットは、ホープ X の打ち上げ形態案のように、第2弾を使用せずに第1弾ロケットだけを使用することも可能であるが、実際に第1弾のみで打ち上げられたことはない。SRB-A は、IHI アロスペースが製造する個体ロケットブースター。H2 ロケット用の SRB では、高張力項、4分割構造をボルト接合していたが、これを、 炭素繊維強化プラスチック製の一体成形に変更し、大幅な費用縮減が図られている。HE やロケットにおいては、第1弾の両脇に SRBA を2機装着する構成を基本とし、衛星質量に応じて4機構成を取ることもできる。カウントダウン X-0 と同時に点火され、HE やロケットを離消させるための最も大きな水力を発生する。 約100から120秒間燃焼した後に2機ずつ分離される。11号機では初めて SRBA 改良型の4機構成での打ち上げが行われた。6号機では SRBA のノズル部分の破損が打ち上げ失敗の原因となったため、7号機からは信頼性向上のために最大水力を落として燃焼時間を延長した。 超病児型の SRBA 回量系を使用していた。そのため、静止トランスファ起動投入能力に換算して約 300kg の性能低下が起きていた。15号機からは本来の能力を回復した SRBA3 が使用されている。SRBA3 は高圧燃焼型と超病児燃焼型のモーター2種類を運用しており、2本1組で使用する場合には、 必要な打ち上げ能力に応じて2種のモーターのどちらかを選択し4本1組で使用する場合にはロケット機体の加速度制限等により長病自燃焼モーターを適用するアメリカにある世界最大の固体燃料ロケットメーカー ATK ランチシステムズグループのキャスターアイバ、XL をもとに HE やロケットに取り付けるためのモーターケースの改造や 信頼性向上のためにノズルスロート部の材料変更などを行ったものである。HEA ロケットでは搭載する衛星の質量に合わせて SSB なし2機あるいは4機構成を取ることができる。特に LE-7A の超ノズルの開発が遅れていた初期の打ち上げや SRBA 改良系を使用していた時にはその水力不足を補う目的でも活用されていた。 その後、2007年度に HEA ロケットの打ち上げ業務の移管を受けた三菱重工は HEA のラインアップセールのため移管後に新規に受注した機体からは SSB を廃止した。23号機からは一段目エンジン周りの SSB 取付部を省略している。SSB はリフトオフと同時ではなく約10秒後に空中で点火される。これは 車点を燃焼ガスから守るための措置である。SSB4 機構成の場合は、リフトオフ後の約10秒で最初の2機が点火され、最初の2機の燃焼終了後に残りの2機が点火される。最初の2機は燃焼終了後すぐには分離せずに空気が十分に薄くなる高度に達した後に SRBA と共に分離される。損失が大きい。この手順を取る理由は、 機体にかかる動圧の低減と空気抵抗による分離シーケンスでのリスクを最小限に抑えるためである。なお、それまでに打ち上げた衛星の中で最も重い質量、約4.65トンのひまわり7号を打ち上げた9号機、及びその後の12号機では、長秒型 SRBA との組み合わせでの打ち上げ能力を最大限確保するために4機の SSB を同時に、 燃焼させる手順に変更され、リフトを付約10秒後に、最初の2機が20秒後に次の2機が点火された。初期の構想では、さらに打ち上げ能力を増強するため、上記の SRBA を2機を使用した標準型に、LRB を1機、あるいは2機を装着する増強型の構想があった。この構想は、HIIB ロケットの開発に置き換えられた。LRB は、 第一弾機体をベースに LE-7A エンジンを2機クラス高して搭載したブースターとして使用するもので燃料タンクや搭載機器、エンジンなど多くを第一弾と共通化する予定であった。技術試験衛星8型や宇宙ステーション補給機、ホープは LRB を使用して打ち上げる予定であった。沖縄県黒島に漂着した HEA、ER、ロケット11号機の衛星フェアリング。 川崎重工が開発、製造するフェアリングで、打ち上げ時の振動や、大気圏を抜けるまでの空気抵抗、空力加熱から衛星を保護するためのカバーである。ロケットの先端部分に取り付けられている。大気圏を通過した後の高度約1 5 0トル付近で、ロケットの重量をできるだけ軽くするために分離される。海面に落下し浮かんでいるフェアリングは回収船で、 海上回収される。回収されたものの一部は、フェアリングを活用した商品開発をする企業等に無償で提供されたこともある。ロケット本体と同じ直径4メートルの4 s 型の他、大型衛星用で直径5メートルの5 s 型や2個の衛星を同時に起動投入できる4、4DLS 型、4、4DLC 型、5、4D 型の 計5種類のフェアリングが用意されている。増強型の構想では、HTV 用 25SH 型フェアリングの使用も考慮されていたが、HIIB ロケットの開発が決定したため、h e r ロケットでは用いられない。フェアリングの種類によって、打ち上げ能力も違い、H2A204 型では 4S 型と四 4, 4 d l c 型で、GTOA の投入能力に 850kg の、 差がある。衛星とロケットの間に配置されて、両者を結合するために使用される部品で、衛星とは締結ボルトで固定される。937M スピン型、937M スピン A 型、937M 型、937MHz 型、1194M 型、1666M 型、1666MA 型。 1666S 型、2360SA 型、3470S 型などがあり、衛星の大きさや放出機構に合わせて十数種類の中から選択される。衛星分離時には、衛星と分離部を接合している低血ボルトを爆薬で爆破して一気に切断して、衛星を分離する方法を採用しているが、この方法は、 確実に分離を行える利点があるものの衛星に伝わる衝撃が大きいという欠点があった。そこで、機関ロケット高度化に合わせて、クランプバンドで締結しておいた、接合部を電気的に、ラッチ機構で開放することで衛星を分離する、方法に、改めて衛星に伝わる衝撃を低減することになった。30号機で低衝撃衛星分離機構の先行的実験として、 従来の衛星分離部をかさ上げして、余剰スペースにダミー機構を搭載して、宇宙空間で実際に作動させる実験を行った。打ち上げ能力に余裕がある場合は、サブペイロードとして一辺50から70センチメートルの小型衛星を最大4個まで搭載、可能である。さらに、一辺10から30センチメートルの超小型衛星に関しては50から70。 センチメートルの衛星1機分の空間に3から4機搭載可能である。これを利用して15号機では主衛星の息吹の他に一辺50から70センチメートルの衛星3機と15から30センチメートルの衛星4機の合計8機を同時に打ち上げている。20センチメートル以下の公募衛星に対して標準化した分離機構を提供するため17号機では 初めて J ポットと呼ばれる箱型の装置が小型衛星の空間に搭載された。10センチメートル級の衛星であれば、他の字型に並んだ4つの発射口を持つ J ポットが使われ、20センチメートル級の衛星であれば1機のみ搭載できる J ポットが使われる。17号機では全車のタイプが使われ、公募衛星のうち3機が1つの J ポットから放出された。 なお J ポッド自体は 20kg 程度の重量を占め役目を終えると切り離される。21号機までは RX616 リアルタイム OS と3 2ビット m p u の V70 を採用した NEC が開発した誘導制御計算機を搭載していたが部品の枯渇に対応するため新たにほぼ全てのアビオニクスが新規に開発された。新たなアビオニクスのうち JAXA 情報、計算工学センターが開発した新型のトッパーズ、HRP リアルタイム OS と NEC が開発した V70 より10倍高性能の64ビット MPU の HR5000 を採用した新型誘導制御計算機、新型感制センサユニットなどは、HIIB の3号機で初めて適用され HEA では、 他のアビオニクスも加えて22号機から適用される。新型誘導制御計算機は高速、小型、軽量、モジュール化が図られており、新型 MPU ボードは、イプシロンロケットも含んだ、今後のジャクサロケットの共通基盤となる。打ち上げ能力は、SRBA や固体補助ロケット、液体ロケットブースタの数により変化する。ただし、 1> 第1弾エンジンのノズルの超単や SRBA の高圧型、超秒時型の違いによっても能力が変化するため、同じ形式でも時期によって打ち上げ能力が違う。計画時の LRB を使用した H2A212 型、H2A222 型は開発が中止されている。また、打ち上げ関連業務が三菱重工に移管されてからは SSB を用いる。 H2A2022 型と H2A2024 型は受注していない。2010年7月現在、H2A202 型、H2A204 型が運用中である。1. 静止衛星打ち上げの際は GTO からグソへ、軌道繊維は衛星側に搭載するアポジエンジンの動力で行う。標準静止、トランスファー軌道。 静止化増測量日速測1830メートルロングコースト静止トランスファ軌道静止化増測量日速測1500メートルに HTV 軌道とは宇宙ステーション補給機が自力で国際宇宙ステーション軌道へ移行する前に投入される低高度の楕円軌道37号機から13号機までは燃焼パターンを調整し安定性を高めた SRBA 改良系を装着したため、GTO への投入能力がおよそ200から3 0 0ラム少なくなっている。15号機からは、SRBA3 が適用され打ち上げ能力を選択できる。4、H には部くど形式 A イコールダンス B イコール、LRB 数 C イコール SRB 数 D イコール、SSB 数 H、E やロケットラインナップ H、E やロケットには、 当初の計画では現在とは若干異なる4つのラインナップと将来発展型として H2A222 型が存在した。標準型の H2A202、2022、2024は人工衛星打ち上げ用として増強型の H2A212 型は HTV 打ち上げ用に使用される予定であった。しかし、このうち、 H2A212 型は開発途中で中止され、将来発展型とされていた H2A222 型においては、基上計画のみに終わった。H2A212 型の開発中止の理由は、世界でも稀な回転対象にならない、非対称型ロケットであり、その制御に困難が予想されるためであった。H2A222 型においては、 メインエンジンの LE-7A を5機も使用する大規模なクラスターロケットであり、各エンジンの出力などの精密な制御に困難が予測されることに加え、効果で実績のない LE-7A エンジンを多数使用する機体となり、製造費用の高騰が予測されることと、信頼性確保の難しさから実際の開発が行われることはなかった。これらの問題点に加え、 最も大きかったのは H2 ロケットの相次ぐ失敗に伴う開発資源の選択と集中であった。安価で信頼性向上を目指した HEA、ER、ロケットの早期立ち上げのため製造済みであった H2 ロケット7号機の打ち上げは中止され、h e、ER、やロケットの標準型である 20XX 型の開発のみに注力した。5.8トンの衛星 ETSA とは当初、 静止トランスファ軌道に7.5トンの打ち上げ能力を持つ H2A212 型を前提として開発が進められていた。そのままでは打ち上げられるロケットがないため、SRBA を4本廃止静止トランスファ軌道6トン級の能力を持つ H2A204 型が新たに開発された。HTV 打ち上げ用には費用と技術的な課題をできるだけ抑えるため、 H2A212 型に代わって、HER ロケットの構想が提案された。一段目機体の直径を4メートルから5メートル級に拡張して、メインエンジンの LE-7A を2台配し、その周りに SRBA を4機装着されている。H2A212 型と比べ、静止トランスファ起動投入能力が7.5トンから8トンへ、 HTV 打ち上げ能力が15トンから16トンへと向上するとされる。これにより、HTV による国際宇宙ステーションへの物資輸送回数を減らして、打ち上げ費用を削減することができるとされる。この構想は、HIIB ロケットへと名前を変えて、2005年秋に開発フェーズへと移行した。HEA、ER、ロケットは2007年度から民間企業である。 三菱重工へ移管された。三菱重工では生産ラインを整理するため、SSB を使用する H2A2022 型 H2A2024 型の廃止を表明している。これにより、2007年度以降に受注された HEA、ER、ロケットのラインアップは、H2A202 型と H2A204 型の2つに集約されている。すべて、 種子島宇宙センター大崎岩吉信第一、射点から打ち上げ。金額には、ロケット製造費用の他に、輸送、点検、保安費用等の打ち上げに関わる費用全般が含まれている。ただし、搭載する人工衛星、探査機等の費用は含まない。もともと、SRBA における、ノズルの局所エロージョン問題は深刻であり、 当初からノズルの外周を補強するなどの対策をとっていたが、とうとう6号機でノズルに穴が開き、ロケット打ち上げ失敗の原因となった。7号機から13号機までは、ノズル形状を、それまでの高音型から、局所エロージョンの起きにくいベル型に変更し、さらに燃焼パターンを変更して、燃焼圧を抑える。 超病児型のモーターを使用することによって安全を確保していた。この対策で重力損失が大きくなり低下した SRBA 改良型の能力を回復させるため SRBA3 の開発が行われ2007年10月に認定型モーターの燃焼試験を終えた。14号機に適用された高圧型の SRBA3 は安全性に余裕を持たせるため 7号機から13号機と同様に厚肉型のノズルになっている。15号機からノズル部も含めて本来の SRBA3 が適用されている。これは超秒字型のモーターで運用され、H2A204 と同様に超秒字型で運用される H、i i b ロケット初号機の打ち上げには間に合ったものの、高圧型の SRBA を用いる202型の打ち上げ能力は回復していなかった。 その後、高圧型の認定型モータ燃焼試験も2009年11月に終えている。この高圧型 SRBA3 の運用は、導きを打ち上げる18号機から行われており、これにより202型では GTO 約4トンという、本来の打ち上げ能力が達成できる見込み。なお、SRBA3 は搭載する衛星、探査機に応じて、高圧型、 長病字型を使い分けて運用している。HEA は打ち上げ経験を反映して、蓄次改良が続けられているが、より高機能で低価格な打ち上げロケットを実現させて、世界との衛星打ち上げ受注競争に勝ち抜くため、2011年度から、機関ロケット高度化計画が始動した。計画は大きく分けて、静止衛星打ち上げ対応能力の向上、衛星搭載環境の緩和、 地上設備の簡素化の3つの要素からなっている。打ち上げ施設の老朽化対策と枯渇部品対策を合わせて総事業費は161億円である。この期間ロケット高度化の成果は H3 ロケットやイプシロンロケットにも反映される。種子島宇宙センターから打ち上げられた静止衛星は赤道面から28.5度傾いている。 近地点約 300km、遠地点 36000km の静止トランスファー軌道に投入されるため、軌道面変更に対する衛星側の負担が、静止化増測量日遅く 1830m 必要であり、他国の車上の静止化増測量日遅く 1500m と比べて不利であった。静止衛星部打ち上げ対応能力の向上では、 第2弾機体を中心とした改良開発を行うことで、通信衛星などの静止衛星の打ち上げにおいて、従来の静止トランスファー軌道より、近地点が高い近地点約 3000km、遠地点 36000km、軌道傾斜角約20度の静止軌道に近い、ロングコースト静止トランスファー軌道への衛星投入が可能になり、必要な静止化増速量も、 他国の車上並みの秒速1500メートルとなっている。これにより、衛星の軌道変更用燃料の使用を少なくでき、この燃料を衛星寿命に換算すれば、従来より、静止衛星を3年から5年延命させることになる。一方で、ロングコースト静止トランスファー軌道へ打ち上げられる。衛星の質量は、従来の静止トランスファー軌道より1トン以上低くなっている。 具体的な改良内容は、一つ目は、第二弾液体水素タンクの表面を白色塗装し、液体水素の蒸発を減少させるというもので、この改良により蒸発する燃料を約3割減らせる。HEA21 号機で長時間の完成飛行中の技術データの取得を行い、HEA26 号機から本適用されている。二つ目は、この蒸発した液体水素を 機体の後方から噴射させることにより微小な加速度を与え、宇宙空間での完成飛行中に残っている推進剤の液体水素と液体酸素がタンク内で拡散しないようタンクテーに保持させるリテンションと呼ばれる推進薬液面保持機能に活用する。今までは姿勢制御用の推進剤のヒドラジンを機体後方への噴射に用いていたが、 この改良によりヒドラジンの消費量が節約できる。三つ目はロングコースとの間に取り来る予定という従来の冷却系統とは別に新たに設けた取り来る予定系統で少量の液体酸素を用いたターボポンプを簡単なく冷却する方法でエンジン作動に使用できる液体酸素を増加させるというもの。宇宙空間でエンジンに点火するには 事前にターボポンプを冷却させないといけないが、冷却に用いる液体酸素は温度が高いと気化してしまい、エンジニーの液体酸素の供給量が減ってしまう。この改良により液体酸素の消費量が節約できる。この取りクル予例機能は、エイジーや24号機の衛星分離後に技術データの取得を行い、エイジーや26号機から本適用されている。 四つ目は飛行中に衛星を太陽に対して垂直にし、太陽光が常に機体側面に当たるように姿勢を保持した上で、機体を低速回転させる熱制御法であるバーベキューロールと呼ばれる運用が取り入れられた。これにより、電子機器の温度環境は従来と同じで、太陽光で高温になるのを防ぎ、かつ、新宇宙側の電子機器が極低温になるのを防ぐ。五つ目は、 ロングコースト後には衛星の増速に第2弾エンジン第3回燃焼が必要だが遠地点では機体が低速のため水力100%では推進力が大きすぎるので軌道投入精度が落ちるこのため再再着火時の軌道投入精度を確保するため水力を60%に調節できるスロットリング機能を実用化させる改良がなされている他にも5時間に及ぶ 宇宙空間での長時間飛行に対応するため、新たに開発された宇宙環境にも耐えられる大容量のリチウムイオン電池を搭載して電子機器の電源を確保し、静止軌道からの機体データの取得に対応した長距離通信が可能な高利得アンテナも開発されている。ロングコースト静止トランスファー軌道への衛星投入は29号機の打ち上げで初適用された。一方、 29号機以降においても、長病時間性航行が必要ない静止軌道への打ち上げでは高度化改良されていない機体での打ち上げとなる。また、静止衛星打ち上げ対応能力の向上を応用することで、1回の打ち上げで対応動期軌道の異なる高度への複数の衛星投入も可能となり、衛星1機あたりの打ち上げ費用を3割から4割低減させることができるようになる。 これを可能とするために蒸気の改良内容に加えて第2弾機体のソフトウェアの改修を施した衛星アイノリ機械拡大開発が実施された。この高度化は37号機で初適用された。衛星搭載環境の緩和では従来の爆薬の爆発で締結ボルトを切断して衛星を分離していた方法を電気的にラッチ機構を作動させて締め付けられた。 クランプバンドを開放して衛星を分離する方法に変えて衛星に伝わる衝撃を緩和する。これにより衝撃レベルを 4100G から 1000G まで低下させる。30号機で先行的実験が行われ、イプシロンロケット3号機で初めて実用化された。地上設備の簡素化では新たに開発された。 複合工法による飛行安全用工法センサーを機体に搭載することで従来から搭載されていたレーダートランスポンダと地上レーダー局に頼らずにロケットが自力で飛行できるようにする。これにより維持費と設備更新に高額な費用がかかる地上レーダー局を廃止することができ打ち上げ費用の削減が可能となる。この工法センサーは29号機で初搭載されて その後も安全確認のために、地上レーダー局による完成と併用して、飛行試験が行われたが、37号機で、初めて後方センサのみで飛行する。ただしその後の飛行では、地上レーダー局と併用して、飛行を続け安全確認を続ける予定である。HE やロケットの前身である H2 ロケットは日本で、純国産開発された初めての、大型液体燃料ロケットである。 アメリカ製の第一弾をライセンス生産していた H1 ロケットまでは、米国との契約によって、日本独自の事業が制約されてきたが、H、H2 ロケットの純国産開発の成功により、日本独自の事業を行うことができるようになった。当時すでに民間による衛星ロケット打ち上げ企業として、ヨーロッパのアリアンスペース社がシェアを伸ばしつつあった、ことから、日本でも、 民間企業による打ち上げ事業への参入が目指され、ロケットシステムが設立された。RSC は衛星打ち上げサービスの受注から、打ち上げロケットの製造管理、輸送、車上の安全確保等の打ち上げサービス全般を実施する事業主体として設立された。まずは RSC が試験的に H2 ロケット試験3号機の受注を行い、その後に、 ナスダによる H2 ロケットの打ち上げが安定して成功を収めるようになった後に正式に RSC に業務が移管される予定であった。1996年に RSC は衛星メーカーであるヒューズと20機、スペースシステムズ、ドラールと10機の商業衛星打ち上げ借り契約を成立させた。H2 ロケットの打ち上げは8機で終了するため、これらの衛星は HEA ロケットで打ち上げることになるとされた。こうして、ようやく日本のロケットが商業市場に参入を果たしたかに思われた。しかし、H2 ロケット5号機及び8号機の連続打ち上げ、失敗により、H、H2 ロケットを即座に廃止し、円高の進展によりすでに開発中であった低コストな HEA に開発資源を集中することとなった。 このため RSC への正式移管は HEA ロケットの打ち上げが安定して成功するまでさらに見送られた。信頼を失った RSC は2000年にはヒューズから契約解除を通告されドラールも HEA の開発遅れで打ち上げが間に合わなくなった2期を解約した。2003年にはドラールが倒産しついに RSC はすべての商業打ち上げ契約を失った。 RSC による HE やロケットの打ち上げは7号機から行われたが、法律上の制約により打ち上げ作業そのものは JAXA に業務委託した。しかしながら、この頃には国際的な衛星打ち上げ需要が減少しつつあり、また、アリアンスペースだけでなく、中国、ロシアなどがより低価格でのビジネスを展開するようになったため、将来にわたって RSC が 安定的にビジネスを継続できる見込みがなくなり、RSC は H2 ロケット試験3号機、HEA ロケット7号機及び9号機の打ち上げを履行した後、解散した。三菱重工は以前より HEA の製造を行っているが、2007年の13号機から打ち上げ作業を含めて、HEA ロケット打ち上げ関連業務のほとんどが民間企業である。 三菱重工に移管された。また、かつて RSC が行っていたような商業打ち上げの受注活動も三菱重工が行うことになった。これにより、JAXA は打ち上げ安全管理業務のみに責任を負うようになった。ロケットの開発も含めて移管されるため、HEA で使用される機器や構成についてもある、程度三菱重工自身の判断で変更できるようになる。 このため、三菱重工は、今後打ち上げる HE やロケットの構成を、H2A202 と H2A204 の2つの形式に絞ると発表した。また、打ち上げ費用を70から80億円に抑えて、商用衛星の打ち上げ市場で受注を獲得するため、従来は打ち上げ費用に含まれていた車上の点検費や、修繕費、ロケットの飛行データの提供費などとして、 一回あたり20から30億円ほどの公的負担を弱さを通じて国に求めている。移管後の初めての打ち上げとなる13号機では以下の点が変更された。2009年1月12日、三菱重工は韓国の人工衛星コンプサット3の打ち上げを受注したと正式に発表した。入札には三菱重工の他有ロコット社のロコットも 参加していたが、HEA の方が低価格を提示したとされる。ロコットは、コンプサット2の打ち上げにも使われていた。三菱重工の入札額は、非公開だが、ロコットの打ち上げ費用は40億円程度であるため、それより安いと思われる。85億円以上する HEA で40億円のロコットに対抗できたのは、コンプサット3オグコム W1 と相乗りで打ち上げるためである。 グコム W1 は 1900kg、コンプサット3は 800kg、合計しても 2700kg であるため HEA202 型のペイロード 3600kg を下回る。すなわち、グコム W1 打ち上げ用 HEA の余剰能力を販売したということであり、コンプサット3のために HEA を新規に製造したわけではない。2012年5月18日、 HEA-21 号機により、アリラン3号を予定軌道に投入し、初の商業打ち上げを成功させた。2013年9月26日、三菱重工は、テレサット社の通信放送衛星テルスター12、バンテージの打ち上げ輸送サービスを受注したと発表した。日本の国産ロケットが商業衛星の打ち上げを受注するのは初であり、また、 民間企業からの受注も初となった。2015年11月24日、a g ジ a や29号機により、テルスター12バンテージを予定軌道に投入し、完熟衛星や、その相乗りでもない純粋な商業打ち上げを日本で初めて成功させた。2015年3月9日に、三菱重工がアラブ首長国連邦の先端科学技術研究所の地球観測衛星、 ハリーファサットの2017年度打ち上げ輸送サービスを受注したと発表。さらに2016年3月22日、同国イアストの後継機関モハメド・ビン・ラシドスペースセンターから火星探査機アル・アマルの2020年打ち上げ輸送サービスを受注したと発表した。ハリーファサットは2018年10月29日にエイジーや4 5機により、 アルアマルは2020年7月20日に AG a 42号機により予定軌道に打ち上げられた。2017年9月12日には A インマルサット社のインマーサットマイナス6の F1 の打ち上げを受注し、海外顧客からの商業打ち上げ受注は5件となった。2020年に打ち上げ予定である。ありがとうございます。